リンドン B ・ジョンソン宇宙センターは、アメリカ航空宇宙局の宇宙センターである。有人宇宙飛行の訓練、研究及び飛行完成が行われている。ヨゼフ・エル・スミスアソシエーツ・インクにより建設され、NASA に、1973年2月19日に、連邦議会上院が制定した法により、テキサス州出身の元アメリカ、 合衆国大統領であるコリンドン・ビー・ジョンソンに敬意を表して、旧正の有人宇宙船センターから解消された。ヒューストンのクリアレイク地区にある1620エーカーの敷地に建設された100棟の建物が集合した施設である。ヒューストンは1967年に公式な愛称として宇宙都市の異名を取った。ジョンソン宇宙センターは NASA の宇宙飛行士隊の本拠地であり、 米国及び同国と国際的な協力関係にある諸外国出身の宇宙飛行士を訓練する責任を負っている。ジェミニ計画、アポロ計画、スカイラブ、アポロソユーズテスト計画、スペースシャトル計画の宇宙飛行を実施していた頃に、ミッションコントロールやヒューストンの通称で呼ばれ、その飛行管制の役割を担ったことで一般に知られるようになった。 有人宇宙船センターは、ロバート・ギルルース率いるスペースタスクグループが発展的に解消して、米国の有人宇宙飛行計画を組織するために、NASA の創設直後に設立された。スペースタスクグループは、バージニア州ハンプトンにあるラングレー研究センターに拠点を置いていたが、組織的には、ワシントン DC のすぐ郊外にある、ゴダード宇宙飛行センターに直属していた。 成長しつつあった、米国の有人宇宙飛行計画のニーズを満たすため、その組織のスタッフを増員する計画が1961年に始動し、スタッフは新しい施設に移った。この新たな施設は1962年に建設され、1963年にライス大学を通して、ハンブル石油より土地が寄付されて、1963年9月に正式に開設された。 今日では、ジョンソン宇宙センターは全米二重施設ある NASA のフィールドセンターの一つとなっている。ジョンソン宇宙センターには、クリストファー・シークラフト・ジュニア・ミッション・コントロールセンターが置かれており、NASA の管制センターとして、アメリカ合衆国が実施するすべての有人宇宙飛行を統率し、監視する。MCCH は、スペースシャトルの全ミッションのほか 国際宇宙ステーション内で実施されるアメリカの様々な活動の指揮をとる。国定歴史建造物に指定されているアポロミッションコントロールセンターは30号旨に入居する。有人宇宙船が飛び立って発射塔を離れた瞬間から地球に帰還して着陸するまでの間はミッションコントロールセンターが完成権を握る。ミッションコントロールセンター内にはいくつかの 飛行管制室があり、管制室から飛行管制官が各々の宇宙飛行を統率し、監視する。管制室には宇宙船を監視して指令を出し、これと通信するために使用する多くのコンピュータリソースがある。ミッションが進行中の時、管制室は通常3交代制の24時間体制でスタッフが配置される。ジョンソン宇宙センターは、 アメリカの宇宙飛行士隊の計画と訓練の大部分を担当し、宇宙飛行士たちが宇宙遊泳の訓練をするために決定的に重要な要素を占めるソニーカーター訓練施設や無重量環境訓練施設のような訓練施設を有している。無重量環境訓練施設は管理された中性浮力環境、約2万3000立方メートルの水で満たされた巨大なプールを提供し、 そこで宇宙飛行士は模擬無重量環境を利用して船外活動作業の実践訓練を行う。この施設では無重量環境下における乗組員の活動及び動体力学に慣れるための飛行前訓練が提供される。31N5 胸には月資料実験室施設が入居し、アポロ計画で月から持ち帰られた月資料のほとんどがそこで保管、分析。 加工される。ジョンソン宇宙センターは、ニューメキシコ州にあるホワイトサンズ試験施設での活動の指揮を取る責任も負っている。ホワイトサンズ試験施設は、スペースシャトルの予備着陸場として供されていたほか、スペースシャトル計画に代わるものとして計画されていたものの2009年に中止されたコンステレーション計画を統率するための施設にもなるはずであった。 スペースセンターヒューストン1994年には隣接するスペースセンターヒューストンが観光客や見学者を受け入れるためのビジターセンターとして開館した。それ以前のビジターセンターはジョンソン宇宙センターの2号棟にあった。ジョンソン宇宙センターヘリポートが校内に位置する。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。ジョンソン宇宙センター立てこもり事件に関するカテゴリ ありがとうございます。